どうも、こんにちは。風水アドバイザー資格を持つ観葉植物専門店、グリーンスマイルの立花です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は、金運、仕事運、健康運、人間関係運、恋愛、結婚運など、今、あなたが欲しいと思う運気を手に入れる、そんな観葉植物の選び方のお話です。これまでも、金運アップだけとか、健康運アップだけなどの、一つの運気に特化した観葉植物の選び方の動画は、何本かアップしてきたんですが、今日はそのダイジェスト版のような感じで、いろんな運気と観葉植物の関係をこの一本の動画で紹介させていただきます。動画の最後に風水観葉植物の教科書という e-book のプレゼントのお知らせもありますので、ぜひ最後までご覧ください。観葉植物は、風水では大自然のパワーが凝縮された開運アイテムで、邪気払いと自分に足りない運気を補う、そんなパワーがあるとされています。基本的には元気な観葉植物ならどれでも運気アップの効果があるので、お好きな観葉植物をお家に取り入れてもらって問題ないのですが、観葉植物はその種類によってその植物に宿る風水パワーが少しずつ異なります。それは植物が宿すパワーというのが植物の形や特徴となって現れるという風水の考えから来ています。で、今日は金運、財運、仕事運、健康運、人間関係運、恋愛、結婚運、この順に観葉植物の選び方やそれぞれの代表種をご紹介します。それではまずは1つ目、金運、財運です。金運、財運アップの観葉植物には大きく2つの種類があって、1つは丸みを帯びた葉っぱや楕円形、小判型の葉っぱを持ち、上へ上へと成功性な観葉植物です。これはお金回りが良くなったり、商売繁盛などのお金を引き寄せる効果の強い観葉植物です。代表種で言うと、まずはパキラ。小判型の葉っぱが特徴的で、さらに成功性なことから金運アップや商売繁盛といえば、まずはこの観葉植物パキラは私の動画によく出てくるのでもうおなじみですよね。あとはゴムの木、ベンジャン、カポック、シェフレラなどです。どれも丸みを帯びた葉っぱを持ち、成功性な金運アップの観葉植物たちです。そしてもう一つの金運財運アップの観葉植物は、大きな丸みを帯びた葉っぱの観葉植物たちです。木よりも大きな葉っぱが目立つ観葉植物たちです。それらは浪費を抑えてお金を貯めるパワーを持ちます。代表種で言うと、まずはクワズイモ。このクワズイモのようにいわゆる木が伸びる観葉植物ではなく、大きな葉っぱがメインとなる観葉植物たちです。あとはオーガスタやディヘンバキアなど、これらが浪費を抑えてお金を貯めるパワーを持つ観葉植物です。それでこの最初に紹介したお金を引き寄せる効果の強い観葉植物と、後から紹介したお金を貯めるパワーを持つ観葉植物の両方を飾ると、相乗効果で最強の金運アップ効果が期待できます。この金運アップの組み合わせ効果については別動画があるので、ご興味あれば概要欄をご覧ください。そちらにリンクを貼っておきます。続いて2つ目は仕事運アップ。仕事運アップの観葉植物は葉っぱや枝が上へ上へとまっすぐ伸びるもの。中でも成長や発展で仕事運アップとか、競争に勝って仕事運アップするなら葉先が尖ったものたちです。代表種で言うと、青年の木ユッカやサンスベリアや白竹やミリオンバンブー、海運竹などです。また商売繁盛や人のご縁などで仕事運アップなら、丸みを帯びた葉を持ち、枝が上へ上へとまっすぐ伸びるものです。先ほど金運アップで紹介したパキラ、ゴムの木、ベンジャミン、カポック、シェフレラなどがその代表種です。
なのでパキラ、ゴムの金、ベンジャミン、カポック、セフレラなどは金運アップと仕事運アップの両方のパワーを合わせ持つ観葉植物です。続いて3つ目は健康運アップの観葉植物です。健康運アップの観葉植物は癒し系の観葉植物とも言われ、大きな丸みを帯びた葉っぱを持つのが特徴的です。丸みを帯びた大きな葉は疲れた体や心、また消耗した運気を癒して健康運をアップすると言われています。この大きな丸みを帯びた葉っぱというのは、先ほどの浪費を抑えてお金を貯める金運アッパーを持つ観葉植物たちと同じ特徴ですよね。なのでクワズイモ、オーガスタ、ディフェンバキアなどは金運アップに加え健康運アップのパワーを合わせ持つ観葉植物です。4つ目は人間関係運です。人間関係の運気を司る観葉植物の特徴は風になびくです。風水で人間関係のご縁は風によって運ばれ、風によってつながり、風によって修復されると考えられていることから来ています。では風になびくとはどんな観葉植物かというと、葉っぱが細く繊細で風になびくイメージの植物、それとまた枝や葉っぱに大きのあるつる性の植物です。どちらも良縁を運ぶ効果やご縁をつなげる効果、またご縁を修復する効果が期待できます。それぞれの代表種をご紹介すると、葉っぱが細く繊細で風になびくイメージの植物はイバーフレッシュやアスパラガスなどです。枝や葉っぱに動きのある通性の植物はアイビーヘデラやシュガーバインなどです。最後5つ目は恋愛結婚アップです。先ほどの人間関係の運気アップの観葉植物にも恋愛運や健康運アップの効果があるのですが、今からご紹介するのは特に恋愛結婚運に効果的な観葉植物たち。その特徴はハートの葉っぱを持つです。ハートの葉っぱで恋愛運というのはすごくわかりやすいですよね。これが木に宿るパワーが植物の特徴となって現れるという風水の教えの象徴でもあります。代表種でいうとモンステル、アンスリウム、ウンベラータなどです。いかがでしょうか。今日は欲しい運気別に観葉植物を選ぶならというテーマで、金運、仕事運、健康運、人間関係運、恋愛結婚運の順にお伝えしました。今回は駆け足でザザッと紹介しましたが、それぞれ運気別の詳しい観葉植物の選び方や育て方の動画もあるので、もし気になる運気があればそれらも合わせてご覧ください。せっかくお家に観葉植物を取り入れるなら、ぜひ欲しい運気のパワーを持つ観葉植物を選んでみてください。今日は以上となります。最後にプレゼントのお知らせです。ただいま風水観葉植物の教科書という e-book を無料プレゼントさせてもらっています。ご興味ありましたら概要欄をご覧ください。そちらでご案内しています。今日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。私は普段グリーンスマイルという観葉植物の通販ショップを運営したり、風水アドバイザーや心理カウンセラーとして雑誌やネットで情報発信したり、オンライン相談を受けしたり、そのような活動をしています。その経験を生かしてこの YouTube チャンネルでは植物、風水、海運に関することなんかを発信しています。もしこんなテーマで話してほしいのリクエストがあればコメント欄にご要望をお書きください。あと高評価ボタンとチャンネル登録が何よりの励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。Thank you.